本当だ。まるで、やけどの痛みが消えてくみたいだ。シング、いる？え、琥珀？うん、いるよ。どうしたの？二人っきりで話がしたいなって。ほら、いつもお兄ちゃんやみんなが一緒だから。ああ。ペリドットとバイロクスのこと、辛かったね。うん。でも、二人のことで一番辛いのは。うん。だからシング、カルセドニーのことを支えてあげて。きっと今、そういうのをシングが一番だと思うから。うん。戦友だもんね。戦友だもんな。私今ね、すっごくドキドキしてる。でも、二人で話ができてよかった。シングと二人で話をするのは、今しかないって思ったから。俺も。おお、貸し切りじゃねえか。おい、ヒスイ、かけ湯くらいしろよ。細けえことはいいんだよ。確かに、やけどによく効きそうだな。泉質は、ナトリウム炭酸水素塩泉。主な含有物は、二酸化炭素ナトリウム、マグネシウム、カルシウム。やけどに効能ありという話に偽りはないようだ。ちなみに、美肌効果も高い。そんなことまでもわかるのか？液体ならば、皮膚から直接吸収し分析が可能。自分には、泉質の効能など無関係だがな。それにしてもさ、いい体してんな。伊達に相馬使い20年もやってねえよ。おめえもいずれこうなるさ。僕一番。あれ？琥珀も来てたんだ。声が大きいよ、ベリル。おい、シング。隣って、直に女湯なのか？うん、そうみたい。ま、温泉なんざ、大抵そういうもんだ。気にする必要はねえだろ。こら、ベリルったら、子供じゃないんだから掛け湯くらいしなさいよ。細かいことはいいんだよ。おお、リチア、髪はエメラルドで、肌は真珠色なんだね。え、まあ、そうやって言葉にされると恥ずかしいのですが。琥珀は色白でスタイルいいし、イネソボキュバーンって、腹筋も綺麗だね。この体型、維持するのはなかなか大変なのよ。あ、僕いいこと思いついた。はぁ、あ、ベリルったら湯船に浸かることくらい落ち着いてできないのかしら。ちょ、ベリル、何をしているんですか？見ればわかるじゃん。ヌードデッサン。みんないいよ。そのポーズ、いいよ。さあ、タオルも取ってみようか。ちょっと、ベリル！リチア様のお体を画像データとして残すなど許されん。おい、ベリル、何やってんだよ。クンツァイと、翡翠、いたのですか？あんたらこそ、そこで何やってるんだよ。覗きか？覗きだな。覗いたりしやしねって、普通に風呂入ってるだけだよ。気にするな。するわよ。信じられん。婚姻前の男女が、なんとハレンチな。まさかお前たち、入浴の時はいつもこうなのか？違うよ。そんなことより彼、もう平気なのか？シングにカルセドニーまでそこにいるの？二人とも見損なったわ。いや、僕は知らずに今入ってきたばかりなのだが。大体後から入ってきたのはそっちだろ。はあ？じゃあ最初からいたの？ヌードデッサン後で見せてあげようと思ってたのに。やめだね。やめやめ。何言ってるの、ベリル。見せるも見せないも、こんなものこうよ。あー、僕の芸術作品が。何がおかしいんだよ、カル。お前たちのようなバカと一緒でよかった。もし僕一人なら、あの二人を失った辛さにとても耐えられなかったろう。シング、感謝している。カル。